わいせつ行為で処分されている教員が増えているというニュース、最近よく見ますよね。今すごく社会問題になっています。ということで今回はわいせつ教員増加という報道の真実、そしてもしわいせつ教員の被害に遭ったらどう撃退すればいいかということについてお伝えします。私は元中学校教員で、もちろんこの問題についてもとても真剣に向き合ってきたので、メディアでは報じられない真実を皆さんにお伝えすることができると思います。動画の最後の方ではわいせつ教員撃退法をご紹介するんですが、これは学校以外の場で、例えばセクハラに悩んでいるよとかね、そういう方にとってもお役に立てる情報だと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ということで本題なんですが、先日1月29日に読売新聞にこんな記事が掲載されました。わいせつ行為で処分される教員が増えている。立場を利用し巧みに言い寄り、その言動で児童や生徒の心と体に傷を負わせる。最近ネットニュースなんかでこういう記事をよく目にするんですけど、私はこういう記事を見るといつも違和感を感じるんですね。本当に増えてるの？そう思って文科省の発表なんかを見てみるとですね、やっぱり増えてるんですよね。確かに増えてるんですよ。なんでこんなに増えてるんだと、変な先生が増えてるんじゃないかって心配になっちゃいますよね。ところがこれさらに遡ると1990年、これ何人だったかというとですね、22人だったんですよ。30年で13倍に増えてると。これ不自然だと思いませんか？この増加率明らかに不自然ですよね。つまりこれどういうことかっていうと、発生件数そのものが増えたわけじゃなくて、認知件数、つまり発覚する件数が増えたと、そういうことだと私は思うんですね。まあ、もしくはここからはわいせつだよっていうこのラインがすごく下げられたか、その基準がものすごく下げられたか、どちらかじゃないかなっていうふうに思います。おそらく30年前は300件起こっていたうちの22件しか発覚していなかった。それが2020年になったら300件起こっているうちの270件が発覚したと、まあこういうような話じゃないかなと私は思っています。決して最近になって教員がね、わいせつ事件を起こしやすくなったとか、教員の質が低下したとか、そういうことではないと思うんですよ。これは元教員として私は断言します。私が教員になったのはですね、今から15年ぐらい前の話なんですけど、その頃ね、すでに教員の不祥事、わいせつ事件、いじめ、個人情報の流出、クレーマーとかっていうのがものすごく社会問題になってたんですよ。だから大学でもね、めちゃくちゃこれ気をつけないといけないよってもう何度も何度も言われてきたし、教員として採用された後ね、新規採用職員の研修会でも何度も何度もそれについて研修してきました。そして現場でも、例えば他の県でこういう事件が起こったよとか、そういうニュースがあるたびに文科省から通達が出てですね、研修会みたいなのが校内で開催されて、もう本当にね、不祥事根絶のために教員はものすごい取り組みをずっとしてきたんですね。つまり今50歳以下の教員たちってみんなそういう環境の中で、それを承知の上で教員になった人たちなんですよ。わいせつ目的で教員になろうっていうことで入った人ってあんまりいないと思うんですね。しかも40代以下の人たちってもう就職氷河期真っ只中に就職した人たちなんですよ。そんなね、わいせつ目的なんかで簡単に仕事つけないですよ。これは本当にそうです。血の滲むような努力をしても死ぬ気で勉強して教員になっている人たちばかりなんですね。だからわいせつ目的とかそんな不純の動機の人は途中で挫折しますよ。途中で特に挫折してると思います。なので教員の質がどんどん今低下しているんじゃないかとかね、変な教員がどんどん増えていってわいせつ事件が増えてるんじゃないかって考えるのはちょっと間違いだと思います。じゃあなんで発覚件数が増えているのかっていうことなんですけど、その理由は次の3つです。1つ目、仕組みができた。2つ目、人々の意識が高まった。3つ目、 SNS を通じて発覚するようになった。この3つです。順番に見ていきましょう。1つ目、仕組みができたっていうことなんですけど、これはね、学校に限らず、まあ昔はなんかそういう事件が起こっても関係者だけで内々に処理されてたんですね。明るみに出なかった、そういうことも多かったんです。まあ内々に収めようやっていうことですよね。これが今は各学校でアンケートを実施したりとかね、ネット電話直接教育委員会に言うとか、まあそういう情報ができたり、そういう仕組みができたりしたので、昔よりも事件が明るみに出やすくなっているっていうことなんですね。そして2つ目、人々の意識が変わった。昔はですね、女性っていろんな場面で我慢を強いられてきたんですね。もう騒ぎを起こすなんて恥ずかしいと、嫌な思いしてもじっと耐えなさい、家庭でもそういう教えを受けてきました。でも今はパワハラ、セクハラ、わいせつ事件ってよくニュースとかでも耳にするので、そういうものがあるんだな、そ
してそれはいけないことなんだなっていうことを子供でも知っています。人々の意識が変わった結果、声を上げやすくなったっていうことですね。3つ目、 SNS を通じて発覚することも増えました。私の経験や周りから得た情報の中で特に多いケースは、親が子供の LINE とか SNS を見て学校に相談してくるっていうパターンです。例えば、なんか毎日部活の帰りが遅くて心配になって子供のスマホをこっそり見てみました、そうしたら先生とやり取りをしていましたとかっていうケースがね、あるみたいなんですよ。あとは子供の方はですね、悪気なく例えば先生とデートに行って嬉しかったみたいな感じでね、インスタとかにツーショット写真を載せちゃって、それを見た友達とかが通報してくるっていう、そういうケースもあります。じゃあなんで学校でわいせつ事件が起こってしまうのかっていうことなんですけど、まあこれね、なぜって言われても、犯罪なんでね、犯罪っていつの時代もどこの国でもどこの職場でもやっぱあるんですよ。ゼロにはできないんですね。どんなにいい先生たちを揃えたとしても、どんなに教育委員会が監視を強めたとしても、ゼロには絶対にできません。教員だから、学校だから、なんかちょっとおかしいんじゃないかとか、そういう話じゃないんです、これ。あと、先生ってやっぱりストレスがすごいからねとか言ってくる人いるんですけど、それはもう一面に過ぎません。だってストレスでセクハラするんだったら、警察官とかお医者さんだってみんなセクハラしてるだろうし、ストレスでもう病気になるほど追い詰められてもセクハラしない人はしないんですよ。だからいろんな要因があると思うんですけど、結局はどんな職場でもどんな社会でも一定の確率でやっぱ犯罪って起こっちゃうんですね。どこの職場でも起こるし、電車の中でも起こる、女の子に対しても起こるし、男の子に対しても起こる、あなたの身にもあなたの子供にも起こるかもしれないんですよ。だからそれを防ぐことももちろん大事なんだけど、そういう風になった時にどうするかっていうことを考えたり、そうなった時に声を上げやすい環境を作っていく、このことがね、結構大事だなと私は思っています。ということで、最後に、もしあなたがわいせつ教員の被害に遭ってしまったら、あなたの子供がわいせつ教員の被害に遭ってしまったらどうするかということをお伝えします。これは学校に限らず職場でも使える方法です。またいじめに遭った際なんかにも使える方法だと思います。いじめ撃退法についてはまた今度動画をアップしようと思うんですけど、ぜひ今回の内容ね、覚えておいてください。1つ目、必ず声を上げるということです。パワハラとかセクハラをする人の特徴として、自分よりも立場が下だと思うものに対して何度もやるっていう、そういう特徴があります。何度もやってくるんです。なので、とにかく今だけ我慢すればと思って、あなたがじっと耐えていると、相手はどう思うか、こいつはやり返してこないなと思うんですね。逆にこいつはもうやったらやり返してくるなとか、自分よりも立場が上だなって思う人に対しては、そういう人ってね、態度をコロッと変えたりするんですよ。なので、じっと耐えてやり過ごそうっていうのはあまり良い手段ではないんですね。むしろどんどんエスカレートしたり、後々まで尾を引いたりします。そもそも被害者って悪くないし、被害を受けたことって恥ずかしいことでも何でもないんですよ。誰にでも起こりうることです。だから勇気を持ってまず誰かに相談するっていうのが大事です。続いて、じゃあ誰に相談すればいいかっていうことなんですけど、まあ教育委員会、校長、教頭、学年主任、担任の先生などがあります。上に行けば行くほどズバッと動いてくれる可能性が高くなりますが、逆に相談するまでの心理的なハードルって高くなっちゃいますよね。なので、担任の先生や保健の先生が親身に話を聞いてくれて動いてくれる人だったら、まずはそこに相談してみましょう。先生に相談しても全然動いてくれないとか、全然解決しないっていう場合には、教頭先生とか教育委員会に言ってみるのもいいと思います。3つ目は、相談しに行く時に記録を取って持っていくといいっていうことです。記録って言っても別に難しいものじゃなくて、もうメモ書きでいいんですよ。いつどこで誰に何をされた、目撃者は誰々だっていうようなメモ、簡単なメモでいいです。もうはっきり覚えていなかったら、いつ頃こんな感じのことを言われたとかでもいいです。記録を書いておいて、それをコピーしてね、あなたも手元に持って、それを元に話しましょう。なんでかっていうとですね、まあ例えば、じゃあ教頭先生と初めてね、ちゃんと話すとかっていう時って緊張するじゃないですか。緊張している中で話していると、話したいことがね、話しきれなかったり、話がこんがらがったり、なんか間違ったことを言っちゃったりするっていう、そういうこともあるんですね。そういうのがあると、あなたが逆に疑われることになってしまう。それ本当ですかと、あなたの勘違いじゃないですかって言われてしまうんですね。それを防ぐために、ちゃんとメモを取って、それを元に話しましょうっていうことです。もちろん携帯のね、写真とかスクショとかがあればなおいいと思います。最後に、もう学校に言っても教育委員会に言ってもどうしても解決しない場合、もしくは被害がひどい場合、これは弁護士に相談してください。学校の問題じゃないです。もう
で、弁護士っていうのも結構ハードル高いと思うんですけど、まあ無料相談もあるので、まずはね電話で無料相談で状況を説明してみて、まあそういう場合にはこういうことをしたらいいよっていうようなねアドバイスを受けるといいと思います。例えばお金が心配だよっていうのもそこで相談できると思います。例えばどれくらい費用がかかるのかとかね、じゃあ示談金でどれくらい見込めるのかっていうようなことも相談できると思いますんで、そこで聞いてみてください。ということで今回はわいせつ教員増加の真相と撃退法についてお話ししました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。